プロ野球セ・リーグ広島8の3巨人、20日、東京ドーム。2位、巨人との首位攻防戦第1戦を制した1位、広島。画像、広島の荒井貴弘監督。試合後、荒井貴弘監督は、いいゲームができました。週頭の試合ながらもピッチャーも抑えて、バックも守って、野手もよく点を取れたと思いますと笑顔で試合を振り返りました。広島は初回 ランナー2人を貯めて4番、末金翔太選手が2点タイムリーツーベースヒットを放つ鮮やかな先制攻撃を見せました。新井監督は初回について、いい先制攻撃だったと思います。先制できたことで主導権を握れたので、その後いい流れのまま中盤、終盤を迎えられたと思いますとコメント。4回の5得点のビッグイニングについては、小園が粘ってよく見極めての支給。 もぎ取った打点が今日のゲームの中で一番のポイントになったと思いますと2者連続三振後に小園海人選手が7球粘って選んだ四球を称賛しました。また4番、末金選手は3安打5打点の大暴れ頼りになりますね、明日も期待していますと高らかに笑いながら末金選手の活躍を振り返りました。先発 森下雅人投手についてはそこまで調子がいい方ではなかったと思うが、ランナー出しながらも粘り強く投げて試合を作ってくれたと思います。ナイスピッチングでしたとコメント、首位攻防戦第2戦、第3戦に向けては、今日は今日明日は明日しっかりといい準備をして明日望みたいと思いますと意気込みました。